どうも、シュンス TV です。シュンさん、いい対策があります。ゴキブリホイホイのような粘着のトラップを作って引っ掛けたらどうでしょう。いいですね、素晴らしいと思います。今日はベンソンやロッツォたちを捕まえるためにですね、家に粘着トラップを仕掛けたいと思います。はい、このようにガムテープでちょっともうめちゃめちゃ粘着を作って、で真ん中になんか思わず取りに行きたくなるようなものを置いて、でベンソンやロッツォがもしもそれを取りに来たら粘着に引っかかって逃げれなくなるという作戦、素晴らしいと思います。ということでですね、今回はベンソン、ロッツォを捕まえるためにですね、このガムテープで粘着トラップを作っていきたいと思います。はい、できました。このようにですね、もうこの中心に入ろうとするとガムテープで捕まってしまいます。さあ、そしてこの中にチョコレートを置いておきます。まあベンソンとかね、ロッツォかチョコレート好きかわかりませんけども、でも一般的にね、喜ばれるものを中に入れたいと思います。さあ皆さん、ぜひですね、ベンソンやロッツォたちが来たら、ぜひあのチョコレートのところに誘導してあげてください。では皆さん、よろしくお願いいたします。これできっと捕まえられるはずですからね。よいしょ、ちょっと中の音を聞いてみましょう。おいバニー、粘着って一体何なんだ。これだったら簡単にチョコレートが取れそうだぜ、ダッキー。うわー、 なんだこれ。前に進めない。この声、ちょっと待ってください。うーわ、ダッキーとバニー、ちょっともうさ、二人頼みますよ。もう粘着でなかなか剥がれないんですから。ちょっとこのチョコレートはベンソンとかロッツを捕まえるやつだから、取ろうとしちゃダメです。ちょっとダッキーとバニー、いい？今の粘着に懲りてもう取ろうとしないでくださいね。ちょっとお願いしますよ。ここにいますね。はい、では皆さん、引き続きよろしくお願いします。ロッツや、ベンソンたちが来たら、あそこに誘導をお願いいたします。ではさよなら。僕なら大きいから取れるかな。よいしょ、ダメだ、全然前に進まないよ。え、ちょっと見てみましょう。おー、レックス、ちょっとこのチョコレートはベンソンとか、うわー取れない。よいしょ、ベンソンとかね、ロッツを捕まえるためのやつなので、ここチョコレート取ろうと皆さんしないでくださいね。いい、みんな、もう次取ったらもう作戦中止ですからね。はい、皆さんチョコレート取らないようにしてくださいよ。ではお願いします。君ならできるよデュー。俺はトラウマを乗り越える。はぁ、はぁ、ティア、わぁ最高、ほら見て、ナイスジャンプ。はぁ、はぁ、ティア。え、ちょっと待ってください、この声、え、おお、デューク、え、ちょっと待ってください、これどういうこと。あ、あそこからジェシーが押して、シドを踏み台にしてジャンプしてここまで来たってこと。そうですよね、だって普通ベタベタしてここまで来れないので。ってことはデューク、ジャンプ成功したんですね。いや、デュークすげえって、そういうためのあれじゃないんですけど、まあでもデュークがジャンプしたということで、なんかかっこいいので、この作戦は中止にしたいと思います。皆さん、粘着トラップでベンソンやロッツを捕まえることはできませんでしたけども、デューク・カブーンがですね、めちゃめちゃかっこいいジャンプを決めてくれたみたいです。もうね、それだけで僕は嬉しいですね。なんかやってよかったなって感じしますね。
ということで、デューク、よくやったね。俺は君ならできるって信じてたよ。ということで、素敵な提案をありがとうございました。まあ、これからもですね、ロッツやベンソンたちを捕まえるための作戦をいろいろ考えていきたいと思いますので、では、またお会いしましょう。さようなら。いやー、トラップを仕掛けてもおもちゃたちがすぐに引っかかってしまいますね。あさて、スマイリーロックの質問コーナー。うちのウッディめっちゃ喋りかけてくるんですけど、どうすればいいんですか？ああ、おもちゃたちも年が明けてとっても嬉しいんじゃよ。いっぱい会話をしてあげてください。今日はお菓子を食べるんですか？これはスマイリーロックさんに質問です。ああ、皆さん、おもちゃはお菓子を食べることがありません。でも、人が食べているお菓子にとっても興味はあるんじゃよ。ああ、皆さん、ベンソンやロッツォたちを捕まえる作戦、いっぱい考えてくれてありがとうございます。またお会いしましょう。